どこか行くのか？お、素材の際。何が入ってるかな。神代の文字だ。物資、大きい、作る、場所。まとめると生産工場ってところかな。もしかして光の種を作ってるところだったりしない？光の種を作る？だからいちいち驚くなって。おいライザー、ちゃんと中を警戒して入れよ。わかってる。タオ、一緒に来て。はいはい。私も行きます。ずいぶん静かだな。今度こそお宝でも見つけ。お、これって生産工場だったはずだよな。工場は隣にあって、ここは倉庫にあたる建物という取り違いなのでは？外も確認したけど、それらしい場所は見当たらなかったはずだよ。でもそれじゃ、ここは何なんでしょう？この辺りに門があるんだとすると、妙だな。うん、フィルフサ特有の地形を無視した行軍と障害物を破壊した跡が全くない。大侵攻で滅んだなら、その後は私でも分かるほどひどいことになってるはずだよね。言い方は変だけど、壊れ方が普通すぎるんだよ。経年による劣化と風雨による倒壊ばかりだ。里の人間は一番最近だと百数十年前に竜の嵐が起きて里に被害が出たと言っていたが、その時期にフィルフサの溢れ出した痕跡がどこにもないってことですか？それか、そもそも門自体がないかだな。だとすれば人同士の争いがあったんじゃないか。この都市は戦争があって放棄されたということでしょうか。痕跡だけを見りゃな。少なくともフィルフサの大侵攻は関係ねえ。竜の嵐が大侵攻を意味するっていう話は間違ってたってことなのかな。ここの生産設備も奪われてしまったのかもしれないね。人が過ごした痕跡があるね。さすがに経年劣化がひどいけど。手つかずの宝の山がってわけにはいかなかったか。どうしたの、リアン君？
なんか変だと思ってさ。変？この辺り一つも光の種が落ちてないんだよ。光の庭ならあちこちに落ちてるのに。言われてみれば確かに、取り尽くされたというのはおかしいですよね。誰も踏み入っていない場所ならもっと種があっていいはずですが。光の庭にだけ落ちてるか。何か理由があるのかな。次はどこに向かおっか。クラウディアさん、疲れてないんですか？前より体力ついたんだ。ワクワクするよね。この辺いいものがありそう。ちょっと見ていかない？なかなかいい大きさじゃないか。髪がごわつきます。そういえば前より伸びたよな。旅をしながら髪に気を使うのは大変だよね。見つけた。この塔、遠くからも見えてたやつだよね。近くで見るとなおさら大きく感じますね。あからさまに怪しいな、この空間。名板の文字は中央封鎖区画か。中央なのは間違いないけど。封鎖、門というものを封じているんですか？今までの調査結果だとそうなるね。似た形態を別の遺跡で見たことがあるよ。さっきと同じ感じで開けられるかもしれないけど。ここに関しては慎重になった方がいいだろうな。封鎖されているということは封鎖されるだけの理由があるということでしょうし。調べられそうなところは一通り見て回ったけど、残るはこの先だけですね。行くしかないか。何か聞こえる。上からだ。
いおい、こいつは穏やかじゃねえな。みんな構えて、来るよ。みんな、なんともないか？ええ、こちらはなんとか。今の、何だったんだろう。私が周囲の力を使って鍵を作ろうとして、変なのを作動させたのかも。びっくりしました。やっぱり警戒して正解だったな。でも、どうする？改めて扉を開けてみる？いや、どうするかも含めて、二人に相談しよう。二人って、もしかして。そろそろ出てきてもらおう、アンペルさんとリラさんに。話して、決めて、万全の体制で中を調べよう。一度拠点に戻って方針を固めよう。に出てきてもらうって言ってもどうするの？正面からお願いしてみる？三段があるとは言ってたけど、いつまでもあのままじゃこっちも困るしね。
それについてなんだけど、源者さんに手土産を持っていこうかなと思ってるんだよね。手土産？動力源の光の種をより長持ちさせる方法。そんな方法があるのか。うん、一から作る方法は分からなかったけど、多分あれが何かは分かったから。本当か？一体何なんだ光の種は。あれはあの遺跡で戦ってた人たちが使っていた武器の動力源、一種の爆薬なんだと思う。武器の動力？あの遺跡で大昔に戦争があったんじゃないかって言ってたよね、レント。ああ、おそらくな。あと光の種は光の庭にしか落ちてなかっただよね。そうだ、千里眼の内側には全く落ちていなかった。それって戦闘があったのは外側の区画だけだったからじゃない？そうか、武器の動力だとすれば。戦いがあった外側の区画にしか落ちていないと説明できる。確かにそうかも。最後のダメ押し、あの遺跡の生産工場、光の種を作ってたかどうかは知らないけど。何者かに奪われたのか、もぬけの殻だったね。そう、ってことは外縁の光の種を取り尽くすと種はなくなっちゃうってことになるよね。光の種を一から生み出す方法がないってことは、器具がもう作れなくなるのか。そんなすぐにどうこうって話じゃないよ。まだそれなりに残っているだろうしね。でも困るだろうな、里を支える種がなくなれば。そこで私が種を長持ちさせる方法を持っていくってわけ。まあ遺跡の奥に入ったのもいつかはバレるだろうし、ごめんなさいの意味も込めてね。お前なんだかずる賢くなったな。世渡りが上手くなったって言ってくれない？ああいいと思うぞ。それを交換条件に二人を解放してもらおう。すげえ。作ろうかな。入れる場所は、入れるどこに入れよう。レベルアップ。こんな感じかな。よし、いけ。できた。必要なのはたくさん作っとこうかな。よし、完璧完璧。
何作ろうかな。入れる場所は何入れようかな。考えすぎかな。レベルアップ。何入れようかな。何入れようかな。入れる場所は考えすぎかな。何入れようかな。どれにしようかな。入れる場所は入れよう。まだまだすごくなるかも。材料は感じじゃない？よし、行け！何作ろうかな？入れる場所は考えすぎかな。どこに入れよう？どこに入れよう？入れる場所はどこに入れよう？何入れようかな。何入れようかな。材料はどこに入れよう。何入れようかな。どこに入れよう。しようかな。あれとあれを組み合わせて、そして。また何かのレシピですか？
時間があるといつも考えてますよね。気持ちはわかるわ。私もたまにこうなるから。こんにちは。何をお探し。以上でよろしいですか。ありがとうございます。以上でよろしいです。ありがとうございます。また来てください。お、どこ行くんだ。どこ行くんだ。ここでよろしいんですか。どういう生態してるんだろう、あの鳥。少し追いかけてみようよ。私のことをお嬢と呼んでくる人もいるのですが、正直恥ずかしいんですよね。わかるよ。わかりますね。ワクワクするよね。まだ戦えるぜ。どこ行くんだ。そうだフェデリーカ、今度町での仕事について聞かせてくれないか。もちろん構いませんが勉強熱心なのですね。やめろ。トリアーだ。
蚊が鋭いものもあります。指を切らないように気をつけましょう。どこ行くんだ？ここでいいの？ただ今日中にやっておきたいこと他にもあったかな。新しい町に来たらひとまず本屋を探しちゃうんだよね。気持ちはわかります。みんなで本屋巡りをしてみるのも楽しいかもね。とりゃあよっ。休む？あ、いえ、大丈夫です。少し油断していました。一体倒したよ。これで、いい、オークラディア。
今なら鍵が作れるかも。私たちの勝ちだね。少し強くなれた気がします。この調子でいこう。どこか行くのか？みんな敵だよ。一緒に戦おう。フェデリーカ、もう一度。待て、一緒に戦おう。これは冷たいよ。今なら鍵が作られて。わかりました。ライザーさん、私に任せて。これでもう一度、ただの扇と思わないでくださいね。そこ、まだいけないでしょ。今なら行かないでしたか。ライザー、お願い、行きます。待ってな。皆さん、ご注意してください。これでもう一度。気をつけろ。やばい雰囲気だぞ。ライザー、お願い、行きます。レッツハレッツ。まだいける。やった、1体倒したよ。この、はい、さすがです。もうやめてさ。今なら鍵が作れるかも。そこ、もう一度。今なら、よいしょ。よろしくお願いします。ライザさん、いるよ。よく行ける。今なら、ここなら通って。ライザさん、お願いしてもよろしいですか。これで冷たいよ。まだまだ。ライザ、私に任せて。思わないでくださいね。やった、こちらの敵は倒しました。この、この敵が、その投資でお願いね。今なら、私の全力だよ。行きます。もっと上げるよ。どう、今なら鍵が作れるかも。これで、せーの、いけない。遠慮はいらない。よし、やっつけた。もう一年、これなら離さない。パティ、一緒に戦おう。いけるよ。ライザーさん、これあげるよ。期待してます。続けます。トライバー、行きます。は2つよ。走るよ。まだ行けない。今なら、ここなら通る。わかりました。ライト、この感じ気をつけて。嫌な予感がします。決めますよ。まだ行ける。アンジェラー、今なら鍵が作れるかも。届いて、止めます。よいしょ。やばい、マジでやばい。どうしようかな。どうしよう。それそれ、よし、一匹やっつけた。すげえ、これも経験だ。どうだ、これは冷たいよ。見えた。もう一度。ライザーさん、私に任せてもよろしいですか。鍵が作れるかも。私の全力だよ。付き合い、わかりました。私に任せて。はい、もう一度。続けられる。よし、一匹やっつけた。当てるよ。やったね、ライザー。行きます。この、ライザー立つよ。決めますよ。今なら鍵が作れるかも。冷たいのもいいかな。一緒に戦います。クラウディアさん、フェデリーカさん、準備はいい。逃がさない。続けます。この、いきます。せーの、まだいい。このまま冷たいよ。おい、気をつけろ。なんだかヤバい雰囲気だぞ。これは冷たいよ。これなら、この感じ、気をつけて。嫌な予感がします。
トこれは使えないよ。やった、こちらの敵は倒しました。フェデリカ、その調子。これでそれ一年のレベル。よいしょ、ここなら通る。あたしたちまだまだ強くなれそう。強くなっちゃったみたい。皆さん少しから慣れた気がします。まだまだ強くなれるぜ。無事でよかった。お、どこ行くんだ。これで報告できるね。ふっ、ワクワクするよね。どこ行くんだ。ここでよろしいんです。骨のありそうな魔物だ。訓練の成果を見せる時が来たな。魔物が集まってるみたい。みんな敵よ、行こう。あ、クラウディア、一緒にやっつけよう。一目待って終わって。この道に怪我ができたか。捕らえた。ライザさん、お願いしてもよろしいですか。私に任せて。この道ならで終わって。はい、決めますよ。まず今なら止まらせて。せーの、遠慮はいらないよ。この道なら、それそれで、これだ。バランスがおかしい。みんな気をつけて、次の砲撃につなげます。やった、こちらの敵は倒しました。この道なら、フェデリカ、決めなさい。弱いよ。今なら鍵が作れるかも。はい、連続抜かせるな。はっ、勝ちましたね。少し強くなれた気がします。どこに行けますか。どこに行こうかな。
少しのんびり。いらっしゃいませ。何をおさが。ありがとうございます。これで大丈夫ですか？ねえ、どこに行くのさ。ワクワクするよね。どこ行くんだ？この天気なら冒険もしやすいね。よく来たね。欲しいものはこれでいいのかい？ありがとうね。これでいいのかい？ありがとうね。またいつ。店のもの了解。交換するのはこれでいい。ありがとうね。交換するのはありがとうね。これとこ取引せ。これとこ取引成立。これとありがとうね。これと取引。
またいつでも。今日ももうすぐ。何を買うんだい？これを買ってくれるの？毎度ありがとう。これを買ってくれるの？毎度ありがとう。これを買ってくれるの？毎度ありがとう。またよろしくね。どれにしようかな。入れる場所は、入れる場所は、こんな感じ。よし、行け。何作ろうかな。入れる場所は、入れる場所は、入れる場所は。レベルアップ。よし、いけ。どれにしようかな。入れる場所は、まだまだすごくなるかも。どれにしようかな。